鳥羽伏見の戦い、戊辰戦争です。さあ、まず戊辰戦争の一発目ということになるんですが、鳥羽伏見の戦いというのが勃発します。はい。鳥羽伏見の戦いという形になるんですが、どういう形になるかっていうと、将軍たちと長州藩と薩摩藩って京都に行ったわけなんですね。京都の要するに、ところで、まあ、会議をしてますよっていう。で、それで話し合いがこじれましたと。で、徳川慶喜が、よろしい、ならば戦争をしてやろう、というふうな形になるわけですね。で、よろしいならば戦争だという形になって戦争になりました。こっからが大事なんですよ。戦争になったんですが、この鳥羽伏見の戦い、なんで将軍が一日で逃げ出したかっていうことが大事になっています。これは、朝廷がですね、朝廷の旗、つまり朝廷の味方ですよっていう旗を、長州藩と薩摩藩に与えたんですね。要は、それを配ったんです。錦の御旗っていうふうになるんですけど、この錦の御旗に対して戦争をするということはですね、朝廷の敵ですよ。江戸幕府っていうのは朝廷の敵ですよっていうことを認めることになってしまうので、今だかって朝廷の敵っていうんで、戦いを挑んだらっていうのは歴史上存在していないわけですよ。で、これ見て、要するに江戸幕府としては、やばいっていうふうになって、この状況で戦うわけにはいかんっていうふうな状態で、まあ、部下を残して、部下引き連れてまだ戻ってきてないんですけどね。部下を残して、まあ、勝手に帰ってしまったというふうな形になる。じゃあ、部下を、残された部下たちはどうなるかって話になるんですけど、大将がいなくなったわけのわからん状態で、戦争してどうにかなりますかってなるわけなんです。いや、でも戦えねえって話になるじゃないですか。だから、この鳥羽伏見の戦いとかいう以前に、もう、大将いなくなったんですけど、どうしたらいいんですかみたいな状態になったから、この鳥羽伏見の戦いで、もう戦えなくなりましたよ、というふうな形になるんですね。これがまず一発目。戊辰戦争、鳥羽伏見の戦い、ということになります。よろしいでしょうか。それでは次回見ていきましょうということになります。次回その次とその次と次、しっかりと見ていきましょう。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。